皆さんこんばんは。始まりました LINE ライブウェザーニュースのお時間です。本日ですね、この番組なんと第60回目を迎えました。キリが良い第60回目の放送でございます。 LINE ライブ特別番組の LINE ライブウェザーニュースです。本日この時間は眞家泉がお送りいたします。皆さんよろしくお願いします。現在時刻は21時1分を回っております。ここから約1時間短い時間ではありますが、皆さんと、お話楽しんでいけたらと思いますので、よろしくお願いします。皆さんからのコメントもたくさんいただいてます。わー、いっぱいありがとうございます。カチさん、キュルさん、ショコラさん、マキューさん、スキーヤーさん、ヒロくんさん、カチさんありがとうございます。ヨタロウさん、シミボーパパさん、ブルースさん、京一さんかなこんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。あ、お天気のこと書いてくださってますね。埼玉曇りですか。こんばんは。アフロさん、アフロさんっていっぱい来てるんですけど、ちょっとそのあたりはまた後ほどにしようかな。はい。今日はですね、現在後ろに綺麗な空の様子映ってるんですけれど、なかなかすっきりしない天気のところも多かったですね。関東、千葉、幕張も雨が降っていた時間帯がありました。あ、夕焼けになった私夕焼け空がこう空ではすごく好きなんですけど、焼けている時がなんかすごく好きですね。朝焼けもだから好きです。朝焼けと夕焼け、なんかこう夕日とか朝日、太陽本体が見えなくても、そのなんか焼けている空っていうのがね、すごい好きなんですよね。はい。なんかいろんな色の空がね、日々見えているんですけれど、ちょうど先ほどなんかパーソナルカラーの話をしていて、スタッフさんと、なんかこうそれぞれ皆さんに似合う色っていうのがあるみたいですね。なんかこうちゃんと診断をしてくださるところもあるみたいでして、スプリング、サマー、オータム、ウィンターって分かれてるんですって。私はインターネットでちょっと友達に教えてもらってやったことがあるんですけど、その時はこう自分で目の色が何色とか自分で判断してやるんですよね。プロの方に見てもらうとまた全然違うと思うので、ちょっと行ってみたいなと思ってます。今のくらいの明るさが好きですか。今の画面くらいの綺麗な色でしたもんね、お写真。今はちょっと花火もいろいろ出てますけれど夕焼けかな、この色ですか。いいですよね。夕焼け空はその日一日どう過ごしたかによって、なんか見え方が違うところがいいなって思います。はい、花火綺麗そうですね。うん、泉は何でも似合いそう。そんなことないですお世辞か、お世辞かも全部受け止めちゃうので気をつけてくださいはい、ということでね、この番組最近ちょっとリニューアルしまして、リニューアル後を私担当するのは初なんですけれど、皆さんとねこうしてお話ししながらお送りしていくっていうところは変わりありませんので、どんどん思ったことをコメントしていただければ嬉しいなと思います。はい。なんだかこうね、梅雨みたいなお天気がね続いちゃってるところも多いんですよね。そう、今日は青いね服を着てきましたそうなんですよ、結構こうパキッとした青なので勇気がいるんですけれど。こんばんは、任せてありがとうございます。コメント待ってます。シルビアさん、たっちゃんさん、任せて。お、どちらですか。毎日蒸し暑い、初音さん、愛知。そっか、ちょっとムシムシ感はね高いですよね。うん、なんでしょうか。泉、青好きだよね。青好きですね、割とこう手に取ってしまうかな。そう、ブルー系好きですって言った直後にカバンの中見たらピンクだらけで、自分であれって思ったことがあるんですけどなんか小物はピンク系を選ぶみたいです。私洋服は結構寒色系が多いかな
はい、女子はピンクが鉄板ですか。そうなのかな。小さい頃私ピンク好きじゃなかったんですよね。そう、まあ、ピンクのものとかあまり手に取らなかったんですけど、初めて新体操を習ってたんですけど、初めて新体操を習って作ってもらった衣装がドピンクだったので、すごいそれは印象に残ってるんですけど、だんだんとねいろんな色を好きになりまして、今はピンクも大好きですし、青系と黄色系と白が好きかなと思います。この BGM いいですね。お、ありがとうございます。はい今でもランドセルもいろんな色があるんですよね。今だったら黄色いランドセルとか私使いたいなって思ったりしますね。うん、なんかそういうのも楽しいなって思います。今はでも夏休み中なのかな、小学生の方とかは結構ね、8月いっぱいまでお休みかと思いきや、早めに学校始まるところもあるみたいですね。うん、私は小学校卒業してからもう何年経ってるかっていう感じなので、あまり覚えてませんけれども自由研究とか宿題とかは割とこう早めに済ませて後々遊びたいなっていう方が多いのかなね、皆さんもなんかこう昔を思い返してみたりするんじゃないでしょうか。夏休みは特に思い出とかね。うんはい、夏休みは宿題がわんさかでした。そうですよね。最近は期間が様々らしい。そうなんですか。そっかそっか。今思うと大学生の頃って9月いっぱいお休みだったので、ねえ、なんかすごいなって思いますけどね。うん、もうほぼ覚えてないレベル小学生の頃ですなかなか思い出せないですよね。毎日の元気、元気に天気日記、はあ、それもなんかこう記録するといいかもしれないですね。そうそうそう、うん、私も弟がいるんですけど、弟が今大学生なのできっと夏休み満喫してるんじゃないかななんて思います。時々連絡取るんですけど、うん、ものすごく自由にオープニングトークを繰り広げているんですが、皆さん楽しんでいただけてますでしょうか皆さんがねコメントくださるとお話がどんどんこう進んだり盛り上がったりするからすごいですよね。いいですね。なんかこう家族でどっか行ったりとかもしたいかなって思います。あんまり最近はしてないので、うん、楽しいですか。よかった。うちの大学は夏休みが2週間。嘘、そうなんですか。2ヶ月じゃなくて2週間か。その分でもきっと学ぶこといっぱいあるんでしょうね。大人になって今授業を受けたらもっとなんか違う学び方ができたんじゃないかななんて、ないものねだりですけど思ったりしますね。ね、当時はねとりあえずテストを乗り切ろうみたいな感じだったんですけど、うん、フリートークスケアでありがとうございます花火大会か。夏休みでいいですね。楽しんでます。ありがとうございます。そうそう、厳しい2週間なんですね。短い。うんうん、大学楽しそう。楽しそうですよね。確かに。明日から伊豆に家族旅行。あ、素敵。ヤギさん、いいですね。伊豆か。お天気がねちょっと心配ですけど、楽しい時間を過ごしてくださいね。いいなぁ。私はもともと東京都の出身で、両親も東京で、両祖父母も東京でっていう感じなので、なんかこう地元に帰ろう帰省みたいなのがそんなに昔からないので、なんかこうこういうお盆の時期とか年末年始に実家に行くよっていう方はちょっと羨ましかったりね、昔はしてましたけど、距離がでも近いのでね、その分会える機会があるのはそれはそれでいいなとも思うんですが
東京出身っていうとよく都会ぶってるって言われるんですけどそんなつもりはないんですけど、はい、なんでですかね、何かとそうやって取られちゃいがちなんですけどねおかしいなと思ったりもしますが、はい、さて、今日はですね、ちょっとこれまでのこの夏のことも少し振り返ったりしていきたいなと思うんですが、今日はこれまで LINE LIVE ウェザーニュース見てくださっていた方、あのコーナーあるかな、あ、今日はあのコーナーかななんて思ってる方いらっしゃるかもしれませんが、今日コーナーほとんどありません多分トークがねメインになるんじゃないかと思うんですけれども、と言いますのも本日ちょっと私だけではなくてですね、ちょっとある方と一緒に番組をお送りしたいなと思います。皆さん変わらずね、楽しくコメントしてくださって大丈夫ですからね。そうなんですよ、今日フリートークあまり、あ、フリートークメインになりそうです、はいこんなんないのっていただいてさてさて、お招きしていきましょう。いいですか、マイクが調子悪い、え、マイクなしでいけるんですか、マイクなしでもこの方ならいけるでしょうはい、ということでお呼びしていきたいと思います。本日目黒さんと一緒にお送りします。ちょっと今日ですね、目黒さんちょっとお忙しそうなんですけど、よろしくお願いします。はい、こんばんは声が、はい、マイクありませんそしてスタジオには、僕とまやさん二人きりです。今日はあのね、運営もね、そうです、やっていただいてるので、誰もいないのにドア閉められましたよ。ちょっとうるさかったんでしょうね、きっと、はい、さてさて、どうもこんばんは、こんばんは、お元気ですか。うん、どうですかね、五郎さんリニューアルしてからは初登場ですか。初登場も何も初めて触れます私もちょっとね担当は初なんですけれど、そうですよね、はい、いやちょっとびっくりするぐらい初めてすぎて、うん、オペレーションすらいないっていうねそうなんですよね、最近僕ワンオペが多くてですね、ワンオペ、この間のはい、ソライブスターじゃなくて、うん、その前にやった、はい、水亀座エータ流星群デルタだったかな、デルタ、デルタ、はい、あの星空のポストっていうのをやった時に、白井さんが番組やってて、うん、山岸さんが中継に行ってて、はい、で、僕と江川さんでニコニコ生放送第2チャンネルで2人だけでやるっていうのがやってましたね、裏っぽくね、その時も、あ、そうです、その時も、その時は何だっけな、星空のポスト実況番組っていうのをやったんです。実況番組、それを見ながら、はい、みんなと一緒にそれを見る同じ番組を見ながら感想を言い合うそれが番組になるんだから素敵ですよね本当に、まあ、ニコ生ですから、ね、はい、でそういうのをやった時もほぼゼロオペだったんですよ。ゼロオペ、ゼロオペ、はい、この状態ですよ、はい、で今に至る、なるほど、はい、まあ、今日もそんな感じで、そんな感じで人員削減な感じで、人員違います、削減したつもりはないんですよ削減されちゃったっていうことですか、ね、風邪ひいちゃったってちょっとね、スタッフが一人風邪ひいちゃいました、わざわざしておりまして、この夏ちょっといろいろね行事事が多いので、そうそうそう、多分ね、こうこのウェザーニュースのね、はい、夏というか、うん、まあ、僕らスタッフの夏はある意味ピークなわけですよ。そうですね、イベント、ウェザーニュースとしましては、まず空白でしょ、はい、でその僕はソライブスターとか流星の中継とかなんだかんだいっぱいあるじゃないですか、うんうん、でさらに今年はね、台風も来て、そうです ねそういう、こういろんなものがこう同時進行で進んだがゆえにですね、うんうん、ピークを超えまして、はい、あ、そう、株相もありましたし、株主総会もやりましたよ。株主総会知ってます、株主総会って、知ってますよ、知ってます、実はね、マイエさん株主総会に毎年参加してるんですよ。してないですよ。いや、してるんですよ。え、してるんですか。知らないでしょ。知らない。実はしてるんだ。会場に行った人は分かるんですけど、はい、実はマイエさんね、会場にいるんですよ。え、そうなんですか。等身大が、あ、等身大がいるんだ。マイエさんの等身大がパネルか何かですか。こうやってね、覚えてますかね、はい、南極の氷、はい、覚えてます。の音を聞く、音を聞くやつ、
懐かしい。あれの写真撮ったの覚えてます？撮りました、撮影しました。何年前だろう、あれも 4,5 年前なんですけど5年はないです、5年はないです。じゃあ4年前なんですけどそんな前かな、 3,4 年かな、3年ぐらいじゃないですかね。ずっとあの写真使われてるんですよ。すごい光栄です。もうなんかね、いろいろ使われすぎてもう前さんの目しか映ってないぐらい鼻とかこの辺全部ない。それは言い過ぎじゃないですか、さすがに。目しかもうない。本当ですか？そういう状態になった。なんかそれだったらもう撮り直した方がいいんじゃないですかあの時からね顔も変わってますよ、はい、そうですよね、見ましたっていう方もいらっしゃる。株主総会、結構皆さん株主なんですね。そういうわけじゃない、株主とあとはその関係者として入れるんですよ。そっか結構そのサポーターの方でそういう方はいらっしゃいましたね。あ、なるほどね。だから株主総会で会わないと思ってた人に会いましたよ。おお、サポーターに。なるほど。結構いらっしゃってて、でなんかいろいろ説明聞いてましたよ。皆さん、うん、僕はもうウェザーニューズオフィシャルカメラマンなんで、あれそうなんですか初めて聞いたんですけど。僕は全然そんなつもりはないんですけど初めて聞いちゃった、何かああいうでっかいのがあると僕はカメラマンとして借り出される。なるほど。なんですけど本当はちゃんとオフィシャルのカメラマンいるんですよ。ウェザーニューズのオフィシャルの広報のカメラマンが、はい、なんですけど人が足りなすぎて僕も借り出される基本的に今日人が足りないという話が確かに多くなってますけど。で行くじゃないですか、はい、うん、で行くと大体みんなに女の子じゃないけど大丈夫って聞かれるんですよああ大丈夫っすみたいなその質問もなんかね大丈夫かって思っちゃいますけど。いや、はい、キャスターいないけど大丈夫って大体言われるんで、うん、はい、もちろんって言いながらも僕心の中ではいやまあそうだよねって思いながら、写真を撮ってるんですよ。撮ってるんですね。そうなんですよ。それはどこかでお披露目されるんですか？いや多分株主総会なんで社内的なものか、うん、記録用だけですね。ほとんどオフィシャルにしていいものはないんじゃないかな。一応株主総会、株主のあれ一応ちゃんとしたオフィシャルなやつなんで、もちろんあまりうかつにこういうところで出すと、そうですよね、法的に決められてるもんなんで結構怒られちゃうんですよ。今の株主総会ってワードを出してる時点で私はヒヤヒヤしてますよ、うん、大丈夫なのかなと思って。株主総会はだってもう大丈夫ですか？一応ウェザーニューズちゃんとした会社ですから。そうですよね、株主総会やんなきゃいけないんで。私経済学部だったんですよ、うん、なので株主総会とかのについても多少学んだはずなんですけど、スポンと抜けちゃってまして。あ、大学卒業してからね。いやそうですよね、はい、触れないからね。触れないのでね。いやでもね、株主総会は、うん、他の会社の株主総会って僕行ったことないんで分かんないですけど、はい、ウェザーニューズは結構ね、なんかね結構二部構成になって、お三部構細かく言うと三部構成ぐらいなんですけど、最初に何て言うんですか、ウェザーニューズのこの今期どういう形でやりますみたいな話をするんですよ、はい、うんうん、だ本当の株主総会の本会のちょっと緩い感じで。うーん、株主総会が始まると、株主総会は結構しっかりとこう南郷議案とかそういう話をしながら進んでいくんですよ、はい、なんですけどその前段階でもうより深く分かってもらうために一回お話をさせていただくんです、うん、株主の方に社長とか社長の草開さんとか、はい、それこそ偉い人たち、うん、取締役とか執行役員とかそういう人たちが、はい、集まって、うん、そういろいろな質問に答えるっていう時間を、サポーターミーティングって言ってるんですけど、そういう時間があって、でその会社の全体感の話を午前中に1回やって、でその後に、ですね、その後に各そのウェザーニューズの予測とか歴史とか、うん、今回から新しく株主になられる方がいらっしゃるので、そういう方に向けにそのウェザーニューズの歴史ってこういうもの、こういう歴史を歩んできてますよって、うん、こういうウェザーニューズの予報ってこういう特徴があるんですよって話をするところと、うんうんうん、あとはそのプロジェクト、ウェザーこの間衛星打ち上げたりしてるじゃん、はい、ああいう衛星のお話とか、そういう話とかですね、あとは僕らの個人向けのサービス B2S って言ってますけど、うん、スマートフォンアプリ、まあ、ウェザーニューサーチとかね、はい、そういう話をそれぞれまた別でやるんですよ。へえ、結構深いですね。あ、そうそうそう、だから普通株主総会とかって、うん、結構もう何時から何時バーンって決まって、そこで何号議案賛同いただく方はどうのとかってやって進んでいくんですよ。いやちょっと見学に行こうかな今度あ、全然大丈夫ですよ。いろいろなんか私も知らないことがある気がしてきます。でこう結構、ね、ウェザーニューズの場合、はい、その株主の方に対する考え方っていうか、うん、いやウェザーニューズの株主の方は、だから僕らの
僕ら の、 あのウェザーリポーターとかって一緒ですよね。うーん、サポーターって言ってるんで、はい、要はウェザーニューズを応援してくれる方々が株主になってる。なるほど。なんでそういう方の、そういうよりウェザーニューズを応援してもらう、好きになってもらうためにしっかりと、じゃあウェザーニューズっていう会社のことを説明しよう、うーん、時間を作ってるんです、うんうんうん、ね、それっぽい話をしたでしょ今、はい、ちゃんとウェザーニューズの人っぽいでしょ。株式会社感が、うん、出ました。そうなんですよ。株主もサポーターっていう考え方なので、なるほどね、やっぱり応援し、ね、ウェザーニューズの株を買うってことは応援してくれてるってことじゃないですか。そうか、ウェザーニューズ頑張れよっていう、うん、そういう感じなんですよ。嬉しいです ね、 ね、ありがたい話ね、はい、っていう株主総会があったり、結構じゃあ会社としてはバタバタする時期なんですよね。そうなんですよ、この時期。知らせもあったり、知らせチャレンジング知らせ、来週かな、はい、あの7月にもあるんですよ。やってたんですよ。やりましたね。あれは梅雨のし、ね、チャレンジング知らせ、まあ、5章なんでちょっとあれなんですけど、はい、やって次夏、また8月ありますからね、ま、ちょっと冬がね、内部そうなんです、夏に集中してますけど、だから結構ね、あのイベント続きで、そしたらあの、うん、うちの新人スタッフがですね、倒れまして結果ワンオペレーション、ここにいるっていう、はい、ゼロオペです。ゼロか、ゼロオペレーション、はい、ということで、はい、ネゴさんもう22分ですけれども、またもうここら辺から次のあれいってるんですけど、ね、そうですね、今日何からやりましょうかね。まあ、今じゃあ株主総会振り返って何の時間だったのかって、まさかの株主総会振り返ったんで、はい、予想外にね、実はね、あのこの番組多分あれじゃないかな、先週空白終わった後は台風でやってないと思う、ね、先週やらなかったんですよ。ですよね、私担当予定だったんですけど。あ、そうなんですか、うん、あれ2週連続そうだったんですよ、本当は。よかったね、じゃあ1回になってね。なんですかそれそんなことないですけど、はい、なんでちょっといろいろあったんで、うん、この前回のこの LINE LIVE ウェザーニュースから、ね、はい、まあ、今回の LINE LIVE ウェザーニュースやるまでに2週間ぐらい空いてると思うんですよ、ね、濃ゆい2週間でしたもんね、しかも ね、なんでちょっとそこをですね、はい、あのトークだけで振り返っていく素材とか一切本当はね、なんかこうお見せできるものがあればいいんですけれど、写真とかね出せればいいんですけど、うん、写真まだ全部揃ってないんですよ。ひたすらに私たちが喋りながら、ただ喋りながら、会場にいた人はあのそれを思い出しながら、はい、であの全く見てない人はそういうことがあったんだって思いながら、うん、もう膨らませていただいて、ね、そうそう、であのトークショーだけ YouTube で配信してたんですよ、はい、YouTube とニコニコ第2チャンネル、うん、なんで、この LINE ライブはずっとね、あの台風情報をお届けしてたんですけど、そうでしたね、まあ、そういうそれでトークショーを見た人は、まあ、そういうね、うん、あのなんて言うんでしょう、あ、見た見た見たみたいな話を振り返りながら、はい、行きたいなと思いますそうですね、はい、台風情報見てくださってた方もありがとうございます、まあ、あの時はね、それはそれでやっぱり大変だったんですよ、うん、直前までね、どうするどうするってなってて、そうでしたね、あの台風来てるんで、やっぱり台風は台風でしっかりやらなきゃいけないし、うん、でも空白は空白でしっかりやらなきゃいけない、うん、楽しみに、ね、してくれてる方もたくさんいらっしゃるし、はい、台風は台風でね、やっぱりウェザーニューズの、まあ、本文というか、うん、情報はお伝えしたいですから ね、 しっかりお伝えするっていうところで、両方やろう、うん、ってなりまして、はい、で、まあ、配信はね、やっぱり台風情報を見に来る方の方が多いので、うん、台風情報をしっかり、うんうん、あのお届けしましょうってことで、あのそこのサライブ24とかね、はい、それぞれのチャンネル、 LINE ライブのこのチャンネルでは台風5号情報ですか、うん、ずっと配信をさせていただいたんですけど、そうでしたね、その裏側ではね、マイエさんが隊長となって、はい、いろいろやってたわけですよ。やってました。どうだったんですか、あの僕はほとんどあのゲスト対応してるんで、うんうん、あのあんまり ね、ソラハ君の中をそんなに動いてないんですよ。足も痛かったし、おうおうおう、ほとんど裏側にいたんじゃないですか僕。そうでしたね、根五郎さん。そうなんです、今回ねずっと裏にいたんですよ表にほぼ出てない、はい、よくお見かけしてましたよ。そう、あとだから表に出たのはキャスターの皆さんが名刺配るときだけ、はっ、って言ってね、そうそう、全力で止めてました列はこっちでお願いしますみたいな、やってくれてましたね。もうみんなね、なんて言うんですか、あのスライブ24トークショーがあるじゃないですか、うんうん、配信してたところ、はい、トークショー、そのトークショーが終わった瞬間にもうサポーターのみんなが席を立つんですよいや、ありがたいんですよね本当に、キャスターさんのところに行く気満々でやるんですけど、ただちょうど同じ場所にスタンプラリーの台が置いてあったんですよ、うんうんうん、でそこのちょっと邪魔になったりとか、ちょっと入り口付近っていうのもありましたね、そう、通路もあるんで、そこはどうもね、あの邪魔にならないように、はい、
こうどうできるかみたいなのが僕 の, あの役割役割でもね忙しそうでしたねとか泉隊長子供さんのアテンド優しくしてました、おありがとうございます。隊長はどう、なんか鬼軍曹みたいな感じ、いやいやいやそんな怖い人じゃないですよ、そういう話じゃないですか、いやいやいや私は、はい、なんていうんですかね、ステムクエストスタジアムっていうブースの、はい、隊長ちょっとタイに分かれてそれぞれのこう、うん、タイで頑張ろうっていうコンセプトだったので、はいはいはい、そこの長をやらせていただいてたんですけど、はい、お子さんとその分触れ合う機会が多くてですね、あいいですね、うん、いや僕もステムクエストが一番やりたかったんですよ今回、本当ですか、うん、やってみたかったです、結構でも親子でいらっしゃる方はやっぱり多いのでお父様がすごい楽しまれてる方もやっぱりいらっしゃいましたし、はいはいはい、いやあれでも難しくないですか、パッと見たんですけど難しいんですよね、あれ絶対難しいですよね、そう難しいんですよ、なんかこうパーツを組み立てて、うん、なんかこうソーラー電池でまずは電気を光らせよう、次はそれをじゃあ充電して車を動かす電池を作ってみようとか、ちょっとこう パワーアップしていくようなブースだったので、みんなこうねじゃあレベルアップ頑張るって言ってやってくれてる姿がすごく印象的でしたね、うん、あれすごかったですよね、 1日4回しかやってなくて、うん、1回が100分、入れ替え入れて100分ですね、すごいっすよね、うん、なのでそういう意味では私はあんまりこう皆さんとね、大人の皆さんと触れ合う機会はそんなになかったので、どうだったのかなというのも逆に気になるんですけど、2人とも全くソラハグ全体を見てない、全然振り返れないね、驚くを自分たちのとこしか振り返れないね基本的にはね、どうしましょうねこれね、驚くを振り返りが浅い、 その後も後で見てたら写真が全然なくて、結構みんなキャスター同士の写真結構みんな撮ってたんですけど、ね、私全然撮ってなくて、あなんかねもうちょっと隙間で撮れたらよかったなと思ったんですけど、まあ、でもまたねちょっとお見せできる場があれば、あそうですね、お届けしたいなと思いますけど、まあ、もうちょっとしたら多分ツイッターとかみんな上げ出すんじゃないですか、そうですかね、うん、いや僕もねそう今回その予報士の方々とずっとこう行ったり来たりしてたんですけど、はい、来る予報士の方みんなあれでしたよ、いや今回はちょうどいいねっつってちょうど良いとは、去年すごい状態だというガチャーってしてたじゃないですか、そうでしたね、まあ、去年はそのワークショップの、ね、机の並び方とかそういうのも含めて、うん、まあ、まだまだちょっと改善の余地はあったんですけど、そうですね、今回そういうところもしっかり事前にできたので、うんうん、もちろん課題はいっぱいあるんですけど、はい、そういうところがちゃんとできてたと、あとまあ有料だったっていうのもあるんですけど、うん、入場者数が本当ちょうどいい、去年はもうなんか来たけど全然遊べないみたいなのがすごい、うん、混雑しすぎずっていう、で整理券も朝でも全部終わっちゃうし、うん、お昼から来た人はうーんみたいな感じだったんですけ ど今回整理券も配る時間を分けたりとか、そういう風にしたんですよ、うんうん、そしたらもうみん なんていうんですかね、まあ、有料だからねどうしてもその、無料じゃないのっていうご意見もあるとは思うんですけど、うんうんうん、でも有料で来た方に関しては多分それなりにその有料で来てよかったって思ってもらえる感じだったんじゃないかなと思います、うんうん、内容的にもこうパワーアップもしつつ、うん、結構その、うん、いろんな去年はもう本当に全然人多すぎて、そうでしたね、整理券すらほとんど取れない状態だったから初日も大変でしたもんね去年は、なんで多分その整理券をちゃんと取って計画的に、うん、で慣れてる方だと思うんですよね、うんうんうん、そういう方が多かったのか、まあ、多分去年以上に満足はしていただけたんじゃないかなと思いました、うん、だったらいいなと、いはい、思います、どうですその空白2016-2017って前さんの場合2014からずっと4回目ですもんね、うん、4回目ですけど、うん、どうです自分がやってみてやる側で入ってみてやる側としてですか、今までってこうね、はい、前さんはその今年去年からワークショップを担当するようになって、うんうんうん、ソライブとかこう番組とかでもねすごいワークショップっていうものを1年間やってきたじゃないですか、はい、でその前はどっちかというとソラクリームシュとかメインステージで歌って踊るみたいな、はい、そういうソラハクの参加の仕方だったじゃないですか、そうですね、なんですけど今回はもう本当にもうスタッフの一人として、うんね、そのブースを担当してそこのブースの中でそういう隊長役みたいなのをやって参加した形じゃないですか、うんうんうん、それどうですかやってみてその今まで
あの自分がやってた感じと、うん、なんか違いありました？そうですね、なんかやっぱりこう一緒にやっている感はすごく強かったのかなっていう感じがして、やっぱりこうステージで、ね、見てもらうっていうのもすごく楽しんでもらうためにはすごくいいことですし、うん、今回はもうちょっとこう同じステージで、同じステージというか同じフロアで、うんうん、こうすごく来てくださる方との距離を近い状態が長かったので、うんうんうん、なんかこうすごく近くで表情を見れたりしたのは大きかったかなというふうに思いました。あ、よかったですね。じゃあね、うん、いい経験になりましたね。そうですね、なんか小さいあのお子さんとかがのブースに来て、うん、あ、クリアだよ、やったねって言うとなんかこうえーとかってやると、あってやってくれるんですけど、それをやらずともなんか小さくこの辺りでガッツポーズしてたりするんですよ、うん、それが可愛くてあ、出ちゃったんだついと思ったら、なんか良かったなってすごい思いました。あ、うん、今までの、 その参加の仕方とはまたちょっと違った、はい、そのね、ステージでやってみんなにわーって言ってもらう喜びももちろんあると思うんですけど、うん、実際にその自分がコンテンツの、まあ、スタッフとして関わるって見える喜びみたいなのも多分違うと思うんですよね。うんうんうん、ボランティアの人の気持ちがすごいよく分かったと思います。そうですね、はい、今年もねボランティアの方ねたくさんねいらっしゃって、延べ何言ってたかな、最終形聞いてないですけど延べ700とかだったんじゃないかな、最後600だったかな、延べ 500は超えてたはずですよ。感謝しかないですよね、ボランティアの方。本当、ね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にボランティアの方いなかったら、あのおそらく成り立ってないですから。成り立ってないですよね本当にすごいパワーだなって思います。成功するかなと不安じゃなかったでしょうか？どうなんですか？不安ですよ、めちゃくちゃ不安ですよそうですね、結構やっぱりその天気が関わってくるので、直前までねスケジュールもちょっとこう分かんなかったりとか、そう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 、で台風もね関東に最初来るかもみたいな話もあったじゃないですか、うん、そうですね、でそういうのもあったし、あとは今回その、まあ、有料にしたっていうのが一つ大きくて、うんうん、僕ら有料のイベントってまあ確かにやってるんですけど、うん、あの規模での有料のイベントってやったことないんですよ。そうですよね、パーティーとかね、うんうん、あのそういうのはもちろん、ね、有料でやってましたけど、幕張メッセでソラークを有料っていうのが初めてだったんで、はい、そうですよね、どうなるかっていうのありますよね、もうほんとねやばいねみたいな感じはちょっとありました。まあその辺のね詳しい話はね、あの多分27日、うん、8月27日に日曜日ですね、日曜日にあのなんか感謝番組みたいな振り返り番組みたいなのがあるんで、はい、まあ、そこでねあの詳しい話は、うん、僕とはまた違うね、あの橋村田の視点がやっぱ、はい、僕らとはまたちょっと違う、橋さん村田さん、僕らはその、まあ、現場っぽい人たちと、うん、あの2人が見てる先は多分違うので、そうですね、また違ったねあのそういう話が聞けると思うんで、そこをね、はい、ぜひ楽しみにしていただきたいですね、うんうん、その時はもうちょっとこう詳しい振り返りというか、また違った視点の振り返りができそうな感じですかね。言ってることほとんど一緒かもしれないまあ確かに、まだ内容ちょっとね分からないんですけど、そうね、どんな話するのか分からないですけど、ね、はい、また覗きに来ていただければ、こんばんは、そう、うん、楽しみにしてますといただいてます、はい、あとねあのこれ告知なんですけどはい、まあ、それやりますって話と、あので会場でね名刺を配ってたじゃないですか、うん、はい、あのキャスターさんのいただきました。もう今回ねあの僕のもう1日で何キロ痩せるんだってぐらい、ネコロさんね本当にわたわたしてた撮影を、うん、で名刺がですねあの再販してまして今、はい、そうなんです。一回売り出したらあのもう売れすぎちゃってあの数がわけわかんないってなって売り切れてんのか足りてんのか足りてないのかよく分かんない状態になっちゃってちょっと一旦整理して一旦整理して、はい、あのまた再販をさせていただいてですね、はい、うん、で一応まあ夏のものというか、うん、要はあの今回衣装がまあ夏服と浴衣、そうですね、2種類2種類なんで、はい、一応8月31日で、はい、あの販売終了、お、夏の終わりとともに、そうですっていう形にしたいなとでも買えました、カッチさん、コウさん欲しいな、スヌチンさんコンプしました、コンプしました、まだイダッチだけ絶対みんな持ってないんですよ、イダッチさんね、そう会場に来てないからね、ちょっとね行かれなかったのでね、はい、まあだからそういう方はあれで、うん、あれでいいと思いますよ、あのセット買えばもらえますので、
うん、あ、でも再販で買ったっていう方もいらっしゃる。もう届きました。あ、そうなんですよ。ありがとうございます。どうしても、ね、追加で作るので多分8月の後半ぐらいかな、うん、終わりぐらいはお手元に届くと思います。待っててください、ね、ちょっと大変ですよね。どうですか、あの、うん、名刺の撮影のこう裏話的には何かありますか。名刺の撮影の裏話、あなたの方がよく知ってると思うそうかもしれないです ね、みんなの方が僕よりね、あの毎回ねこのカレンダーもそうなんですけど撮影やってる時僕はすっげえ必死なんですけど、みんなすっげえ楽しそうなんですよ楽しんでますよ、ね、みんなだから、はい、なんていうの、ちゃんと髪の毛もセットしてるし、で今回浴衣じゃないですか。浴衣楽しかったな。もうみんなね、キャッキャッキャッキャしてるわけですよ、はい、でその横で僕はね、汗ったらったらかけながら、考えながらどうやって撮ろう、ね、全部で11人の2パターンを1日でわーっとこうスケジュール組んで、すごいスケジュール、全部ネコさんが撮ってるので空き時間ないみたいな、そうそうそう、僕お昼も食べてないし、状態ですよね。本当に22パターンですよ。はい、22パターン でさ、で夏服でも2パターンか3パターンぐらい撮ってるじゃないですか。こうちょっと場所を変えたりとかして、ね、場所変えたりポーズ変えたり、うん、で浴衣も何パターンか撮ってるんで、はい、うん、そうそうそう、いや僕自分でね自分を褒めてあげたいですよ。いや本当にね、ありがとうございました。コスト削減とはいえ、うん、よくあのスケジュールでやりましたよいつもこう私たちのなんかこうすごい待ち時間とか空き時間みたいのができてて、今回それを全部ホロさんが背負ってくれたみたいな感じで、それを全部なくして私たちはもう超スムーズみたいな状態でね、ホロさんが休憩もなくひたすらに撮るっていう感じで組んでくれてたの で今回 ね、あのそれができた理由はいくつかあって、はい、あの集合写真を1個しか撮らなかった。そうですね、2つしか撮らなかった。あ、2個だ2個だ、はい、あのゲリラライブガールとみんなの夏服集合写真、初めて11人揃った集合写真なんですよ、あれ。そうですよね、ゲリラライブガールもそうなんですけど、11人はなかなか揃わないですからね。そうなんです、だあれはね相当レアなんで、どっかで出そうと思って。どこかでぜひね、まあ、ゲリラライブガールはもうプレスリリースで使われてるんで、はい、あのゲリラライブガールじゃないやつ、そう、夏服のわーっていう写真は、あ、そうそうそう、あれはどっかで使いたいなと思って。なんか私もこうまだ、うん、まだちょっと見せない方がいいのかなみたいな感じに今なってるのでそうね、あれはそれはそれでまたどっかで出そうかな、うん、うん、そうですね、そうですね、ゲリラライブがあるね。いやでも名刺の撮影も楽しかったですよ、おかげさまで。そうね、うん、僕はもう半分誰がどうか記憶がないですからでもこう浴衣っていうのもやっぱり夏しか着れないですし、そうね、なんかこう2種類のね違いも出たのですごく良かったなって思いました。だから来年もやるのかって話ですよねもうなんかお疲れ気味じゃないですか来年も浴衣着たいな、私浴衣着たいんですけどね。いや、あの、いや、まあちょっと名刺が本当に、いやなんかね、うん、いや分かんないですよ。空博で今回名刺をね配ったんですけど、はい、要はそのそれ自体も分かんないですもんね。そう、それ自体が本当にいいのかって話もあるんですよね、うん、だったらまた違う形で何かできる機会の方がいいのかなと思ったりもしますし、うん、お願いします、また買うよ、うん、いやだから何かしらはやるとは思うんですけど、はい、まあだからちょっと来年は来年でまた同じやり方じゃなくて考えなきゃなとは思う、うん、そうですね、ちょっとまあ全く同じかというと分からないですけど、でもどうします、僕ちょっと思ったんですよ今回。何ですか。あのもう全然振り返り関係なくなるんですけど、はい、あの今回やってみて思ったのは、うん、今回夏じゃない、はい、夏で浴衣じゃないですか、はい、まあ、今回ちょっと2パターン作ってみたんですけど、うん、どうせだったらこの季節で1パターンの方がいいかなってちょっと思ったんですよ全季節ですか。いや全季節できるか分かんないですけど、例えばね、はい、分かりやすいところでいくとクリスマスとか。おお、この話ここで初めて今してますよ誰も多分知らない、はい、いや僕の思いつきだけです。思いつきですね。クリスマスはクリスマスでなんか名刺なのか、うん、ね、トレーディングカードっぽい。トレーディングカードそうですね、名刺っていうもの自体は皆さん喜んでくれてるんですかね。そうだから名刺で本当にいいのかって話はあるんですよ。まあ名刺、私たちのこう名前と
そう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 、だからなんですかね、情報はまあ書いてあるんですけれど、みんなも知ってる話じゃない。まあそうですね、ほぼほぼ。だから例えばね、ハロウィンでしょ11月は。あそこ撮るんですか。撮る撮る。季節とかじゃなくないですか、もうなんか月ごとみたいな。ええ、楽しいじゃん。イベントね、楽しいじゃないですか。ハロウィンでしょ。まあハロウィンとかね、多分ね、クリスマス系は、あんたもこの辺のスタジオで撮ると思うんですけど。年末年始とかもですか。だからハロウィンでしょ、クリスマスでしょ、着物、着物で、まあ2月3月4月ぐらいはあの冬服でいいじゃないですか。うん、冬服なんかできてそ, そんな 毎月のように撮るんですか。いや僕がそんな撮れないとは思うんですけど大変大変。4月5月は春服それ6月はね、カレンダーとかでなく、でなく全員が撮る、全員撮る。それどうするんですか。頑張る実際やれないけど、やれないけどまあ確かに企画するには楽しいじゃない。時間はあっていいかもしれないですよね。そう、僕もね思ったんですよ。トランプ、トランプ、そうトランプトランプですか。トランプあるかなと思ったんですよ。そう、本当ですか、うん、ウェザーニュースキャスタートランプ。トランプいつ使うんですか。何をするのか分かんないですけどカレンダーとかね、なんかそれだったらこう飾ったりとかできますけど、何がいいんだろう。でも確かにトランプって需要あるんですか。写真集、いやでも写真集はね、写真集ね、写真集は多分ね作ったらめっちゃ高くなりますよ。確かにね。だってあの、うん、なんていうんですか、普通にあの製本数、はい、あれだって3000円とかじゃないですか普通の写真集。そうですね、今写真集って相当出ないらしいですよ。まあそうか、相当元が取れないと出せないから。確かにね、写真集ってあれ1個3000円ぐらいだとするじゃないですか。うんうん、あのね、普通のタレントさんとかはそれなりの数を作るから3000円で出せますけど、単価がこうね。キャスターさんのやつをもしやるってなったら、うん、もう1冊1万円とかするかもしれないです1万円は言い過ぎかもしれないですけど、まあでもそうですよね。フォトブックはまた違うんだ。フォトブックはね、もうちょっとその軽めの感じですか、うん、あのそんなに写真集ほど画質が良くないというか、うん、もうちょっとちっちゃいサイズで、うんうん、このコンパクトサイズのこうなんか何ですか、ちっちゃいアルバムみたいな、ミニアルバムみたいな感じですよね。うん、そうか。でもトランプ、ポストカードとかだったらまだ何ですかね、こう口入れて飾ったりはできるかもしれないけどね。トランプだとなんかこう机にしまう感じになっちゃうじゃないですか。でもさ、ポストカードでさ、はい、キャスターさんのポストカードって絶対使えないじゃん。そうだから飾る。もらう側、おこれなんだってなる家に飾る。名刺でいいじゃん。まあ確かに、なんかこう写真立てとかに入るじゃないですか。あ、ポストカードだと。まあ、ポストカードね。じゃあ行きますか。次ポストカード。いや別に私はそこを求めてるわけじゃないけど。ハロウィンポストカード行きますか。いやいやいや。クリスマスカードでいいじゃん。クリスマスカードね。あー、どうですか。はい。クリスマスカード。まあでもそれも自分に送るみたいなことですか。皆さん。うーん人に送るわけじゃないみたい、うん、自分で買う。何がいいんですかね。いやでもね、ポストカードのね相場が分かんないです、値段が。うんうんうん。全く分かんないです。ね、ブラブラ、うん、トレーディングカードね、名刺でいいわっていただいてる。あ、でも多分ね、僕の予想ですけど1年で終わると思いますよ、はい、その企画。どの企画ですか。だって2週目もう一緒になるじゃん、うん、また浴衣って帰ってきちゃうんで。確かに確かに、やっても多分ね1年で終わっちゃうんで、うん、だったらもう僕じゃなくてちゃんとプロに取ってもらおうかなみたいな、そういう話になりますよね。あ、1回だからってことですか。どう、それでやるんだったらね、もっとでも値上がりしちゃうんじゃないですか。まあそこはあのカメラマンさんにすいませんっつってほぼボランティアでお願いしますほぼボランティアだって五郎さんが撮ってくださるのが一番いいかもしれないですよいやでもやっぱりね、うん、毎回僕だとそのクオリティとかそのアングルとかなんていうのかな、撮り方とか多分ほとんど一緒になっちゃうんで、変化がなくてそんな面白くないと思うんですよね。いろんな方に撮ってもらっていろんなキャスターさんの面を出した方が多分いいんじゃないかなってちょっと思ってたりして。なるほど、うん、何がいいんですかね。まあ、でもそうなると、でも空白でっていう感じではないってことですよね、その季節、まあ、季節ごとにもしやるんだったら、ね、やるならば、まあ、もう全然空白の話関係ないですけどそして全然あの、何も決まってないので自由に喋ってるだけですからね、ただフリートークしてるだけです。皆さん何もなくなる可能性もあるのでね
ただの企画会議ですから、はい、そうですね企画会議、まあでもねあのカレンダーはやりますよ今年も。お、うん、いつ撮るんですか。うん、近々9月か10月かな。もうすぐですね。そしたらだから去年みたいにあれじゃないですか、予約販売にするんじゃないですかね。うん、クリスマスカードキャスターから届く手にする。うん、まあ、それはあるかもしれない、ね、うん、嬉しいですね。いやだからカレンダーももう3回目4回目ぐらいですよ。うん、いい加減僕どうしようと思って。そっかそっか。うん、去年はスタジオでハウススタジオを使って撮ったんですよ。うん、まあ、今年も同じでいくとなんかな、うんうん、同じ絵だしなと思いながら、うん、ちょっとここで撮ったのもなんか良かったですけどね。あ、そう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 、背景一色で、あれ、あれはあれでまた、うん、なんか今思うと良かったなって感じがします。結構あのシンプルな感じがして、うん、今年はそっちに戻そうかなってちょっと思ったり。おうおうおう、去年はほらハウススタジオで、そうでしたね、家感を出してみたんですよね。うんうんうん、家の方がまあ暖かい感じがするんですけど、うん、なんていうのかな、背景一色は背景一色でそのカレンダーっぽいっていうか、そうですね、うん、お天気お姉さんっぽいですよね。うん、であれでそのあそうでね、今回ねもう全部あのソライブ24のセットで撮ろうかなともちょっと思ったんですよ。インターバル中にとかですか。あ、そう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 。はい、今行ってみたいな。そう。24時間やってるのでね。そう。そうか。とか、あとはこっちのオフィス、うん、とか、要はこのウェザーニュースキャスターの裏側的なカレンダーはどうかなってちょっと思ったり。なるほど。だってみんなもうそこに接することないじゃないですか、ほぼ。うん。見えない部分ですからね。そう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 。だからどうしたもんかなと思ってて。確かに。っていうのもちょっと考えたりしましたけど、うん、まあ採用されるかどうかは分かりません。そうですね、そういろんなバージョンがあってもいいかもしれないですね。うん、ではまた今年もね、じゃあなんだっけ、壁掛けと何でしたっけ、卓上、うん、また2種類やるのかっていう話もあるし、そこはちょっとね、そうだからちょっとオフショットっぽい方が、うんうん、いいのかな、たまには、うーん、感じもちょっとあって、なんかあれですか、うん、あのもう景色メインみたいなのと、うんうんうん、キャスター出てるみたいのを作るとかは特にないし。ああ、いやいや、あると思いますよ、うん、まだ先のことはねどうなるか分かんないですけど、ね、そうですね、だからそのカレンダーをどうするかっていう企画もちょっとこれから考えなきゃ。そうですよね。はい、そう、日めくりでお願いします。何枚いるんだって感じですね。いや、日めくりね、やれますよ。本当ですか。すげえ頑張れば。なんか書いたらいいんじゃないですか、あの言葉とか。もうなんか好きな言葉とか、松岡修造みたいに。そう、キャスターのなんか好きなやつを書くとか。全然な何の身にもならない、見てる側はね。そうですか。まあゆさんの名言とか。いや、名言、まゆさんの名言いっぱい集めたらいいんじゃない。いやいや、名言とかない、溢れていて参上とか、そういうの。そう、全然わかんない方もね、いらっしゃるかもしれないから。いやいや、もう買う人わかってるから大丈夫ですよ。そうですか。そうですかね、なんだろうな。いや、だからまあそういうね、あの考えればキリがないんですけど、うん、まあなんかもうそういう、なんていうんですか、もう年末に向けてカレンダーの準備もそろそろしなきゃいけないなと。そうですね、うん、なんかあれですよ、絵とかも描けますよ。そういうテイストになるか分かんないですけど、今回ね、タンブラー、うん、あれ今タンブラーって再販してるのかな、まだ売ってるんですよ。はい、そうですよね。キャスターさんのコラボタンブラーはないな。あのみんなで季節のイラストを描きました、ね、うん、結果的には良かったですね。あれ可愛いですよね、うん、なんかあの色味も落ち着いてるので、なんだろう、こう男性が持ってもなんかこう、なんだあれってのある感じじゃない、うん、なんかパッと見何描いてるか、なんか柄、ただの柄かなって思うんですけど、うん、よく見たらちょっとなんかで、かわいいな。なんかサインもドーンって感じじゃないので、そうそうそう、ポポポってある感じなので。で、あの一個あったのが、あのどれが誰の絵かわかりません。確かに。確かに。確かに、あえてね、わかんなくしたんですよ。サインをこうね、下にまとめてありますからね。であれなんでわかんなくしたかっていうと、うん、あのみんなで考えてほしいんですよ。うん、確かに。
うわこれ誰だろう誰だろうって、どっかで多分ね正解言うと思うんですよみんな、うん、これ私書いたんですこれ私書いたんですちょこちょこ多分言ってると思いますみんな、それをちょっとずつ知ってほしいんですよ、あとこれだなみたいな、あ確かに言われてみればみたいななんかそういう楽しみをしてほしいなと思って、うん、今回あえて分かんなくしてるんですよ、うんうんうん、で僕ね一回どっかで言ったんですよ、はい、あの番組で、はい、じゃみんなの分ですか、みんなの分、おそうリナッチがうまかった、リボンちゃんリナッチって分かる、まあ、確かにね、そうそうそう、だからそういうねあれがなんていうのかな、そういうのがちょっと楽しいじゃないですか、そうですね、うん、なんでごっちゃごちゃにして、うん、あんまり大々的にこれは誰っていう風に乗っけてないんですよ、うんうんうん、いいですね、楽しみの幅が広がりますからね、 そしたらツイッター見る楽しみとかあの番組見てる楽しみも分かるじゃないですか、あるじゃないですか、言うかな言うかなこれ誰だろうみたいなこのテイストってことはみたいなあるかもしれないですね、分からなかったらチャットで聞いたらいいんですよ、うんうんうん、どれ書きました、大体みんな言いますからね、まえ、うん、さん何でしたっけ、花火でしたっけ、私はアジサイです、アジサイか、アジサイちっちゃいなんかなんていうんですか、フンみたいなのがついてないですついてないですよ、カタツムリ、カタツムリ、あれも5枚くらい書いたうちのいいやつです、あれ何書いたんでしたっけ、他に何か書いてましたよね、あ全部アジサイです、あれなんか最初もらった時に2つもらいましたよ、えもう渡せないです、あれもう誰からだ、イラッチさんが多分何パターンか持ってました、3枚ぐらい、3枚くらい持ってた、女の子のお尻だけのやつそうそうそう、水着でも素敵でしたけどね、夏っぽくてね、そうね、うん、まあでもちょっとあれで、まあそうですね、過激ですよね、刺激が強すぎたんで一人だけ、あそこだけね浮いちゃうんですよ、そうすると確かに鉄だけあるみたいな、なんでやめました、そうそう、うん、私下書きをしないので結果的に5枚ぐらい書いて、うん、これっていうのを出したんですよ、した方がいいんじゃないですか、下書きをすると、うん、あんまりこれまで良かったことがなくて、あそうなんだ、はい、ぶっつけ本番がいいんだ、私割とあそうですね、なんかこう鉛筆の線消すときにピアってなっちゃったりとか、うんうん、あなるほどね、なんかその線に沿いすぎてなんか逆に形変になっちゃったりとか あるので下書きしないんです、あでも そういうのあるかもしれないです確かに、うん、そうなのでそういうのも多分キャスターそれぞれで思いがあってやってるので、いやなんでね、それもね感じてくれたら楽しいですけど、でソラショップでねまだ売ってるんで、うん、あれ再販しないですからね、お売り切れたらもうおしまいです、はい、売り切りになっちゃうんで、あれは31日とか特になく、いや多分どうなんだろうね、ああでもあれだったらまあ数年いける気がしますけど、うんうんうん、でも多分なくなると思いますよ、去年すぐなくなりましたから、去年早かったですよね私もご好評いただいてるので、去年だって追加販売してもすぐなくなりましたから、うん、今年よりちょっと高いんですよ、あそうかそうか、でもあれサーモン機能ついてますから、そう保温されるんですよね、使いやすいと思います、で何が面白いって、うん、びっくりしたのがキャスターさんの手元にまだ行ってないんですよね、そう私も今思いました、なんか欲しい、あれ買わなきゃいけないちょっとソラショップで早く頼まないと売り切れちゃうかなとかちょっと今、ね、心配してるところです、聞いてびっくりしたんですよ、はい、私たちまだもらってませんって言われて、そうマジですかみたいなそうなんですよね、そうでしたか、そうだから一応もうちょっともう時間がないんで、はい本当だ企画会議、あともう一個ねソライブスターの振り返りっていうのがあったんですけどその後にもなんかいろいろありましたけどねその後コーナーがコーナーやる予定だったんです、はい、ね、おかしいですね、まあ、今日はいろいろソラハグの振り返りってことで、うん、そうそうそう、なんでなんて言うんでしょうね、名刺とね、はい、タンブラーお知らせとしては、であとねもうちょっといろいろ売り出してるんですよ、はい、でねプラスチックなくなりました、あ売り切れですね、はい、このソラカサプラスチック売り切れちゃって、ありがとうございます、こっちはまだあったと思う、はい、これ僕買いましたよ、うん、自分で黒いの、黒いのかっこいいですもんね、スタッフだからもらえると思いきや、そうなんか結構そういう声を聞きました、いやこれは買うんだよみたいな、そう僕てっきりもらえるもんだと思って待ってたんですよ、ましたよ、はい、前回もそうだったんですけど、うん、前回何もうないのみたいなもう買うとかもらうとかその前にもうなくなってて、もうなくなっちゃったみたいな、で今回は、はい、何も今回こそもらえんのって話をしたら、うん、いやいやいやなわけないって言って畑山さやかに、ね、ちょっとね、じゃあ買いませんか買いませんかこれもうなくなりますよって言われて、はい、空白の最終日に
物渡されないままお金だけ払ったんです。あ、そうなんだ、はい、でその次の日にね、朝山さん、あの、はい、ソラカサブランドを買ったんでいただいていいですかって言ったら、え、何のことですかって言い出してお前それポケットマネーじゃん、ポケットに入れてんじゃねえかっていう話になって、お寿司でも食べちゃったかもしれないですね。びっくりして、はい、ちゃんと来ましたけどね、はい、でも買いましたという方も結構いらっしゃって、はい、本当にありがたいですね。結構なんですかね、お仕事するときとかにもそういうオフィシャルな格好のときにも合うような色ですよ ね、 今回ね、今回黒なんで、前回青だったんですけど、はい、あの今回黒になって、黒なので、あのよりね、そういういろんなシチュエーションを選ばずに使えるんじゃないかなと思って、うん、手にしやすいのかなっていう感じです。あとね、ボールペンとか、ね、あのハンカチとかね、私これ欲しいんですよね。今治さんっていうのにすごく心惹かれてまして、うん、500円くれないんですか、500円。いや、僕だって6000円買ってますからね。そうですよね、購入します、はい、ソラショップで余ったね、うん、でトートバッグが残念ながらもう売り切れ、はい、これもあのこれいいよ、持ってらっしゃる方、いらっしゃったんですけど、今回ね、結構かった、うん、決めでよかったですね、余裕がありますよね、僕ね余ってるのもね、なんとか探してるんですけど、あの売れなくなったやつってあるじゃないですか、傷がついてるとか、うん、あ、はい、プリントがちゃんとできてないとか、なるほど、そういうのでいいからくれないかって言ってるんですけどない訳あり商品みたいな、訳あり商品でいいからないって言われて、そっか、あってもあげないって言われて、あ、そうっすか、ね、はい、ということでね、思いはこんな時間です、本当だ、はい、じゃあとりあえず名刺は31日まで、はい、ということなのでご注意ください、ぜひね買っていただいて、はい、ということでじゃあ僕は以上です、ありがとうございました。ここで去っていくんですか、はい、あの前さん絶対閉めていい、はい、ということで途中から来た方もねいらっしゃって、あ、根頃さんだ、今日は2人だなんて声もいただいてたんですけれど、本日は根頃さんと2人でお送りしていきました。ちょっとね、企画会議のような感じになりまして、皆さんにもでもたくさん声をいただけたので、嬉しかったですし、ちょっと皆さんに喜んでいただけるものことがまたできたらいいなと思います。ということで皆さんここまで約1時間ありがとうございました。この後なんですけれども、23時45分から本日も約15分間のウェザーナイトニュースお送りします。そちらもまた私担当しますので、また、天気を確認しに遊びにいらしていただけたら嬉しいです。ということで、今夜はここまでとなります。皆さんちょっとね、夏らしくなくひんやりしているところもあったりしますし、あとは明日また雨が強まる可能性があるところ九州などでありますので、この後も気をつけてお過ごしください。それでは今日もありがとうございました。